浄土宗は令和6年開宗850年を迎えます。浄土宗寒い冬が終わり、待ちに待った暖かい春の訪れに、私たちは心を弾ませます。桜の開花だよりが全国から聞こえてきますと、とても楽しい気持ちになります。春は卒業、そして入学と新しい生活のスタートの時期でもございます。私が住職を務めます寺の裏にも小学校があり、まだ真新しく、その体にはとても大きなランドセルを背負ったお子さんが、親御さんに手を引かれているその姿を見ますと、あ、今日は入学式なのかと微笑ましく眺めております。そんな小学校の子どもたちが時折社会見学で寺へ訪れます。前回は4年生、その4年生が70名ほどやってまいりました。私も何を話そうかと資料を準備するのですけれども、子どもたちの好奇心は私の想像をはるかに超えておりますので、私が話している合間にも次から次へと質問が飛んできます。すごい、全部金色にキラキラ輝いている、これは全部金でできているの？そうだね、これは金箔が貼ってあるんだよ。仏様のお体や極楽浄土は金色に輝いているので、それを表現するためなんだ。あ、南無阿弥陀仏って書いてある。ああ、よく読めたね。なんでも子供たちに大人気の漫画のキャラクター、そのキャラクターの衣装の背中には大きく南無阿弥陀仏と書いてあるとのことです。では、南無阿弥陀仏という意味はわかるかな？南無阿弥陀仏の南無という漢字には全く意味は関係ないんだ。この南無という発音をするところに意味があります。実は南無とは、仏教を開かれましたお釈迦様、そのお釈迦様の国インドの言葉なのです。みんなはインドの人たちの挨拶って知ってるかな？ナマステ。何人かの子供が答えます。あ、よく知ってるね。そう、インドの人たちはこうして手を合わせてナマステと挨拶をします。このナマステのナマスとナムアミダ仏のナムは同じなんだ。ナマステのナマス、これは尊敬しますという意味があります。そしてナマステのテはあなたという意味ですので、ナマステはあなたを尊敬していますという意味です。ですのでナム阿弥陀仏は阿弥陀様を尊敬しています、信じていますという意味になります。さらに言えば、阿弥陀様、どうかこの私を極楽浄土に迎え入れてください、私を極楽浄土に導いてください、そういう意味でお唱えする言葉なのです。
だからみんなもナムアミダブ、ナムアミダブと心からお唱えすれば、いつか必ず阿弥陀様が迎えに来てくれて極楽浄土に行くことができるんだよ。そう説明しますと、子供たちはすごいというふうに喜んでくれます。そんな素直な子供たちを私は感心して見ております。しかし多くの大人はこう思うかもしれません。南無阿弥陀仏を唱えて極楽に行けるなんて信じるのは何も知らない子供だからだよと、そんなことを大人は信じられないと。浄土宗の宗祖法然上人はおっしゃっています。死者の振る舞いをせずしてただ一向に念仏すべしと。死者の振る舞い、つまりいろいろ学び経験し、自分は何でも知っているかのように振る舞うのではなく、自分の至らぬさを自覚し、阿弥陀様にすべてをお任せして、ただひたすらに南無阿弥陀仏と唱えて過ごしなさい、そういうお言葉です。お念仏の話を素直に聞いてくれるその子供たちの姿を見ていると、そんな法然上人のお言葉が思い出されます。子供たちは親御さんをはじめ周りの人たちの助けがないと生きていけないことを分かっています。しかし年を重ね大人になると、自分の力で生きていると思い始めてしまうのかもしれません。私たちは子供も大人もたくさんの人や物に支えられて生きているのです。そう、春に満開咲き誇るその桜も、花を咲かせるまでには大きく枝を伸ばし太陽の光を浴び、また地中に根を張り水や栄養をそこから吸収しながら成長するのと同じように、桜は与えられた場所で一生懸命に栄養を貯めて、春には必ず満開になります。それを私たちは知っています。だから待ち遠しくもあります。私たちは日々さまざまな恩恵に感謝し、支え合いを大切にし、そして阿弥陀様を信じ、南無阿弥陀、南無阿弥陀とお念仏を唱えし、阿弥陀様からの栄養をたくさん吸収して、いずれ訪れる人生の卒業には阿弥陀様に迎えに来ていただき、極楽浄土での新たな生活のスタートを送ることができます。まさに大輪の花を必ず咲かせることができるのです。どうぞ共に素直な心でお念仏をお唱えいたしましょう。ナムアミダブ、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 ナムアミダブツ、ナムアミダブ。